なんだ話がいいって。え、ちょ、どれだ、え、目と鼻と喉がつながってるぜ。おかしいだろ。電車に乗ってかな、電車に乗ってどっか行くんだみたいな。あ、違う、やっぱ察しが悪い俺。どうしよう、察しが悪い。休日出勤、バスかな、バスを待ってる。おお、これか、バスか。今バス待ってる途中なんだ。だからバス来る前に早く落とし物の男の人に届けないと。あ、マジか、そういうことか。引き止めて悪かったな。すごい優しい。あ、昼丸いらっしゃい。金髪の兄ちゃん、さっき下の港の方に向かっていったよ。そっか、ありがとう。下の港か。オッケーオッケー。あ、セーブしないと。大丈夫かな。あ、おい、さっきの坊主じゃねえか。はっ。てめえが言ってた方向に金髪の野郎いなかったぞ。あ、やば。あれ、おかしいですね。どうしてでしょう。ちゃんと真面目に答えろよ、ほら。野郎、どこ行った。だから僕が見たのはさっき示した方向で。いなかったっつってんだろ。じゃあなんか、急に追いつけなくなった理由があるっていうのかよ。ここ下手なこと言うと、あの金髪のお兄さんを見つける手助けになっちゃうな。お兄さんは下の港町に行った。あいつそれから遠ざける嘘の材料を。あ、よかった。セーブしたかったんだ。見てほら、セーブする人によっても変わるっていう。すげえ演出だ。お前の方向に野郎いなかった。なぜいなかった。落とし物をしていた。スリに財布を盗まれた。ここにはたくさん約束が。休日出勤することになって電車に乗って。旅行客じゃない。でも遠ざけるだから電車に乗ってじゃないか。ねえ、ほら。電車に乗って逃げちゃったのではないでしょうか。駅は探しましたか。確かに探してね。最悪だ。もう遠くに逃げられたかもしれねえ。こうしちゃいられねえ。あの野郎、早く捕まえに行かねえと。単純だ。もう会えませんように。ふぅ。ふぅ。危ない危ない。女性、セーブセーブセーブ。オッケー。え、港だよね。港ってこっちか。あ、行けたのかこっち。あ、行けたのかこっち。あ、くそ。だったらあれじゃないか。ここの人たちのものを盗めたんじゃないのか。スリの発想。盗みたかったぜ。あ、あれ、そこの僕、港に何の用。あ、人を探してます。こっちの金髪の女性。あ、金髪の男性来てませんか。くそー。あ、いたいた。あっちに向かってたけど、兄さん、お兄さんかなんか。いえ、その方に渡すものがあるだけで。では、ありがとうございます。でも、あれだよね。天塚もだいぶ個性的な髪の色してるよね。これ何色だ、緑かな、黄緑。あ、待って、渡すだけなら、おんちゃんが届けてくるよ。今からここに大きい車来るからね。危ないから、僕は帰戻ってな。え、いいですよ。邪魔にならないよ。パーッと言ってすぐ戻ってきます。遠慮しないで、ほら。そのお兄さんにも危ないって伝えなきゃだからね。両親から来てるだけに、なんて振り切っていいか、僕が行かなきゃいけないっていうことを示せる嘘をつかないと。このゲーム面白いな。ああ、もう辛い、死んでしまいたい。お、私ダメな人間なの。みんなみたいに強くない。ヒロリンにマリモ大臣いらっしゃい。豆腐メンタルってバカにする人もいるけど、豆腐なんてまだいい方よ。私一個なんかダメなところがあると地続きで他のところまで傷ついていくの。ドミノメンタルなの。ああ、死んでしまいたい。まあ、わからんでもないが。他のところまで。その気持ちわからんでもないな。ドミノメンタルを初めて聞いたけど。ああ、こっちからも行けるんだ。ほほー。まあ、多分アイテムは全部集まってると思うんで、アイテムっていうかキーワードは。OK。なぜ頼めない理由。ふむふむ。ここにはたくさんヤクザが来る。バスを待ってるんだ。休日出勤することになった。電車に乗って旅行客じゃない。これ忘れ、うん、頼まれたという伝言、これだ。ね、実はこれ人から渡すように頼まれたんです。伝言も預かっていて。投げちゃいらっしゃい。伝言もあるのか。じゃあ君が持ってった方がいいね。あとちょっとで大きいトラックが何台も来るから早く行っておいで。簡単。ご親切にありがとうございました。へへい。へへい。おっと、猫です。猫です。猫です。可愛いです。ぬおーん。あれ、君はヤクザ、柳さんのところ。柳さん。おー、すげえイケメン。キャラクターボイスは石田明さんかな。あ、偽装屋くんじゃないか。こんにちは。みんなはどの子がタイプですか。こんにちは。うわ、この人とは会いたくなかった。すごい悪そう。目の色が左右違う。
どう？今回の依頼、順調？ええ、まあそれなりになんとか。そっか、ならよかったよ。やっぱり偽装役に頼むと安定感があるから助かるな。はあ、はあ。請負人が依頼を失敗しちゃうと、その請負人を依頼人に紹介したカスガイの僕も信用なくなっちゃうしね。カスガイ。おっと、ほら、柳、ジョブ、おすぎ？おす、違う、おすぎじゃない。あ、カスガイか。なんか読めないもんだって、おすぎ、おすぎに見えた。おすぎはおかしいよな。猫抱いてる。じゃ、ピーコはどこなんだよっていう。報酬の支払いは昨日でよかった？明日か。明日でよかった。あ、はい。逆にあの大金、明日までに用意していただけるんでしょうか。大金。うん。もう僕が依頼人から報酬のお金預かってるし、偽装屋くんが完璧に仕事を終わらせたらすぐにでも渡せるよ。ああ、完璧な仕事するつもりだったのに。それにしても不思議だな。偽装屋くん、お父さんは大手社長、お母さんは病院の院長さんじゃないか。金持ち。お金がないわけじゃないのに、なんでこんな危ないことしてお金稼ぐ必要があるんだか。えへへ、いくらあったって足りないものは足りないんですよ。まあいいけどさ、そのご両親の社会的信用があるから、君の嘘をみんな信じちゃうんだもん。立派な武器だよね。ほー、バックボーンがあるんですね。ところでそんな偽装屋くんは港の方に何かよ。えへへ、ちょっと、言えないか。そう、でも今日は危ないから港の方はあまり近づかない方がいいよ。実は、竜恩次会がさ、今夜港で薬の取引するらしくて。ほう。そんな怖い顔しないでよ、偽装屋くん。君は本当に竜恩次会には不寛容か。だね。ま、この依頼がうまくいけばさ、竜恩次会だってただじゃ済まないんだから、一つ頑張って。貶としめるためだもんね、竜恩次会を。あ、僕のです、すみません。もしもし？なんだ？ワンギリワンギリ。はい、すいません、柳さん。もう大丈夫です。依頼人から？はい、あの柳さんに紹介してもらった。大鳥組幹部の死体が大鳥組に見つかってことが落ち着くまで2時間おきに電話するから8コール以内に必ず出てくれ。2時間おきに電話する。8コール以内に。だったよね、確か依頼人から言われてるの。信用されてないんですかね？違うよ。依頼人も言っていたじゃん。もしもの時の安否確認だって。依頼人さ、実は小さい時にいろいろあった人らしいから、きっとまだ子供の偽装屋くんを昔の自分と重ねて心配しているんだよ。コメさんかありがとう。そうなんでしょうか。そうそう、そうだよ。その依頼人は僕も結構ひいきにしてる人だから信用できる。ってことで依頼人からの電話はちゃんと出るんだよ。それじゃあね。ぬおーん。ぬおーんって。イケメンと美女しか出てこないな、このゲーム。まあ、まだ美女は出てないけど、これから出てくるんでしょう。面白そうだ。行ってきまーす。お、あ、いた。盗もうぜ。いろんなやつからまた盗もうぜ。柳さんから盗もう。は、甘いたか。くそ、なんだってんだよ。あいつら絶対俺の仕業って思ってんだろ。めちゃくちゃ追いかけてきたぞ。あ、もう、めんどくせえけど、別の町行くしかねえか。隠居だ、隠居。隠居すんの？てめえ誰だ？あ、ごめんなさい。僕たまたまここを取り掛かっただけで。ち、なんだガキか。驚かせんなよ。お兄さんもしかして追われてるんですか？悪いかよ。てか俺悪くねえんだよ。やっぱり僕ね、さっき大鳥組の人に金髪の男がいないか見てこいって言われてここに来たんです。嘘だけど。おいてめえ、通りかかりじゃねえのか？でも僕も怖い人にそう言われたから見に来ただけで、本当はお兄さんのこと助けてあげたくて。この倉庫の裏側に車が止まっています。それに乗って早く逃げた方がいいですよ。何？用意したのか？車？おい、その車は働く車か？え？おいおい、働く車も知らねえのかよ。見ろ、裏に止まってる車はこの本に書いてあんのか？僕はよく働く車はわからないですけど、大きいトラックですよ。こだわりか。何言ってんだよ、トラックにもいろいろあるだろうが。え？カーキャリアだろ？タンクローリーだろ？材木運搬。あの、そんなことより早くしないと見つかっちゃいますよ。行きましょう。おい、カギ、てめえ名前は。前田刑事いらっしゃい。だからそんなこと言ってる。知らねえ後についてくなって、ポスターが。俺が、ん？
いや、寝床にしていたアパートに貼ってあったんだよ。だからガキ、名前は。ガキはどっちだ。あ、失礼しました。僕は天塚すぐると言います。お兄さんは？俺はアクタでいいと思うぜ。読めなかった。寝床読めなかった。おお、パズルか？得意だぜ。奥の出口っぽいものがありますけど、見た感じ荷物だらけですね。パズル得意だぜ。では僕はここで、大鳥組の人たちが来ないか見張ってますので、アクタさんは通路の確保を。まあ仕方ないか、トラックのためだもんな。ちっちゃい罠ばっかやろ。オッケー、動かせるっていう暗示だね。めっちゃ早いめっちゃ早い、テキパキ動く。じゃセーブして、めっちゃガシガシいけるぞこれ。めっちゃガシガシ。どうしました？ドラム缶の位置リセット。世間話。アクタさん、下のお名前なんて言うんですか？は？名前に下も上もないだろう。お？いや、アクタって名字じゃん。ああ、俺生まれた時から両親いねえし、名前とか名字とかねえんだよ。じゃあアクタっていうのはどこから？一時期よ、変な夫婦に引き取られてたんだけど、そこでアクタって呼ばれてたな。あれかな、アクタレのことかな。アクタレ小僧とか言うよね。誇り高き雑魚いらっしゃい。いいだろ、この名前。俺はよくわかんないけど、昔すげえ、小説家にも似たような名前のやついるって聞いたぜ。アクタ川かな。アクタ川龍之介かな。めちゃくちゃ殴ってくるやつらだったから逃げてきたけどよ、この名前だけはありがたく吸ってきたってわけだ。そうですか。アクタって確か、いや、やめておこう。アクタ今で、なにスリーモードになれない。なに、なになんだと。クソ、A ボタン、くそー、すりたい。気になってたんだけどよ、おめえと同じ服着たやつら多いな。おめえらもヤクザか。本気で言ってるんですか？僕たち制服ですよ、制服。学校で決められてるんです。すりできなかった。僕、俺も一時期学校ってのは言ってたけど、そんなの着せられなかったぜ。一時期ですか。まあ確かに頭はあまり良くなさそうですけど、まあこう見えてもお礼よ、期待の星だったんだぜ。先生から手厚く応援されててよ。応援？ああ、頑張りましょうってな。それ応援っていうか、通信簿の評価ですけどね。なんだよ、出ちゃダメか。じゃあ行きます。謎解きます。まあ一発で行けますけどね、こんなのね。ヘイト。あ、縄は動かせない。縄は動かせない。オッケー。こことか飛び越せそうだ気もするけど。ちょ待てよ。こう。やばい。こう。よし。危ない。動かせない。これなんか意味あったりするのかな？なんもないか。よし。どうするか。こう。やばい。大丈夫か？大丈夫かこれ。これ大丈夫か？これ大丈夫なのか？いや。あれ？積んだわ。なんでだ。何がダメだったんだ。ちょ、ドラムがリセット。はい。セーブしとけばよかった。ちょ、待て。もう一回やればいける。絶対わかる。もう一回やればわかる。わかるよ。俺わかるよ。わかる。オッケー。はい、ここからちょ、セーブしときましょう。わかるけどね。わかるけど一応セーブね。わかるけど一番セーブね。こうだ。こうだ。これで、あ、これでいいじゃないか。じゃあ、なんだよ。こうだ。簡単だ、すごい。すげえ簡単だった。なんだよ。出た。ほら、おい、まだあんのかよ。待って、アクタさん、静かに。なんだ？いっぱいいるが。え、誰これ？あ、作業員？竜音次会のやつらですね。いや、彼らのうち誰かがトラックの鍵持ってると思いますよ。は？その鍵を見つからずにどうにか手に入れて出口まで突っ走ってください。おい、いや、ちょっと待て。無理だろ、それ。で、ここで見張りしてるんで、僕。お前、とんでもない鍵だな。親の鍵を見てみてよ。親、僕も明日、久しぶりに見れるんです。おい、家で常習犯かよ。とんだ悪ガキじゃねえか。はあ。では、アクタさん、僕が気持ちよく親と出会えるように、きちんと逃げ切ってくださいね。たく食えねえな、お前。